はい、こんにちは、さゆざかさん、はい。まあ、昨日は、阪神、勝ち、見事ね、あの広と春と投げ合いだったんですけども、あ、ややこしいな、ややこしい、本当に。でも春とは素晴らしいね、素晴らしかったです、素晴らしかったです。その、 あの春と広と投げ合いに見事高橋春人投手が勝利して、はい、阪神はなんと高橋広人投手から勝利をまず頭取ったということで、はい、まあ一つのね、俺山だと思ってたんだよ。ああ、昨日が、うん、あのなぜかというと、うん、あの広人が投げるから、うんうん、だからこれはやっぱり厳しい連戦の初戦に来たなっていうような感じがしたんだよね、はい、でもここを勝つと負けるのじゃ 大きな違いになってくるしな、うん、と思ってて、そうですよ、いやだから見事勝ったから、はい、まあ、大したもんだなと思ってね。で昨日はやっぱりその高橋宏斗投手の例えばあの、はい、落ちるフォークだったりを阪神の選手は振らなかったりとか、はい、で直球来たところ高めを振りに行ったりとか、うん、非常に何かあこうミーティングでも徹底してこうなんか攻略してきたのかなっていうのは、まあそれそうだな、はい、あのピッチャーだから、うん、やっぱこう個人でやるんじゃなくてチーム単位でね、はい、やっぱこう攻撃を仕掛けないと徹底して、うん、いやなかなかやっぱ攻略できるような投手じゃないよ。そうですよね、うん、でこれに関して岡田監督が試合前に、うん、もう試合前にストレートと変化球がほぼ半分ずつやねんから直球狙いよというふうに言ってたそうです。で、試合前のベンチで言うたけどカットとかフォーク、スライダーとかもあるけどまっすぐ狙いが 50% 半分で、わけわからねと、うん、向こうも力で勝負してくるんやからと納得の表情だったということなんですけど、まあ、でも結果的に打ってんのは変化球多かったけどね。あ、そうなんですね、うん、だからまあ、まっすぐ待ちで変化球はあったんだろうね。あ、で変化球は特に高めに浮いてるケースが多かったからさ、多かったですね昨日。いやだからまあちょっとまっすぐ待ちでタイミングがあったんだと思うけども、はい、うん、まあそれは高橋のね、うん、高橋宏斗 の状態もあったと思うけども、はい、でもそれを的確に捉えていったよな阪神の選手たち。そうでしたね、そう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 、昨日は。だからまあ見事だったけどね。そうですよね、はい、なのでこれはまあそれ、まあ、データがあったのでデータに基づいて、ただ宇多川さんおっしゃってたように変化球がやっぱ高めに来てたのでそれは試合の中でおそらくそういうふうにこうベンチ内で話されて、あのね、あのね、バッターってまっすぐ待ちでも低めに変化球を落とされたりだとか何とかするっていうのはやっぱね打ちに行けないんだよ。で空振りしたり、はい、ね、でもまっすぐ待ちで高めに浮いてくると、うん、マスクと同じような感じで打てるんだよ。へえ、うん、だからまあそこら辺 の、うん、あの高橋宏斗って緩急じゃないじゃない、やっぱり力じゃない、はい、うん、で全てのボールに対して力あると思うんだけど、だからちょうど高めに浮いたらまっすぐ打ちに行って多分合うタイミングだったんだと思う。あ、そうだったんですね、うん、昨日。だからそんなに意識しないで変化球も打てたと思うね、うん、なるほど。でさらにプラスアルファは選手に対してデータ、iPad とか試合中そればっか見ないでグラウンドも見てというふうに岡田監督は話されました。それはあの菅野投手、はい、と対戦した時のことなんですけれども、あんなん菅野が何回も首振ってんから直球来るんやんかと苦笑いを浮かべつつ、データが表示される iPad とかばっか見てんと試合してるグラウンドを見ろってことやんかというふうにナインに注文をつけたということで、いわゆるその菅野投手があれだけ首を振るシーンもありました日曜日。ということは最後うなずいた球はおそらくピッチャーとしてはストレートで行きたいっていうふうに読んで、あれは森下選手に対しての言葉だと思うんですけど、それは分からんけどな、うん、まあ、わざと首振る時ってあるんだよ、うん、相手を幻惑するのに、はい、あれだけ首振ってまっすぐはないだろうみたいな、うんうん、いうことも考えるやつはいるし、はい、あれだけだってさ、小林がさ菅野に対してまっすぐ出さないわけがないじゃん、うん、あんなに首振ってて、はい、でもやっぱり、まあ、サインを回してるんだよ合わないように。で多分バッターをじらしてるんだよ、うんうんうん、だからまあそういう策だから、はい、そういう戦法もあるよということを、うん、iPad だけを見るんじゃなくて見とけという、うん、やっぱりねグラウンドの空気感というのはすごく大事で、はい、バッテリーとの空気感というのが大事、うん、まあ、俺が見た時に菅野は回してると思ったもん。あ、わざと、あ、これサインを、あ、これじらしてんなっていうのがかなり言ってましたしね。そんなね、小林とお前合わないはずがないじゃないか。うん、うん、小林だって分かってるよ、あ、あの回してんなとか、それから小林がもう回せっていうサインを出してるかも分からない。
なるほどね。いやだからまあそこら辺の戦略っていうのは相手 の, そのバッテリーが合ってるんじゃ合ってないんじゃなくて、うん、逆に合って回してるっていうことだよ。だからそれを感じ取ってくれっていうことなんだよ多分。そうか、豊さんがあの菅野投手の打席にもしいたとしたらあれだけやられるとあ回してるなっていうふうにやっぱちょっと勘ぐりますか。いや、まあ、例えば北別府さんと達川さん、うんうん、はい、これがやっぱ長く対戦したバッテリーの、うん、まあ、一組なんだけども、はい、サインが合わない、うん、ね、で首振る、うん、で達川さんが言い出す、これかこれかこれかみたいな、うん、で外す、うん、達川さん合わないはずがないじゃないってA さんとあなたで言ったことあるよ。言った、そう、打席で、あ、こんなに合わないはずないでしょみたいな。そうなんですか。よう分かっちょるの言って言われた。そんなね、投げたい球なんか分かってるよもう。そうなのか。あ、そう、小林と菅野でいくつお前何試合かぶってるんだよ。そうですよね。もう小林に言えば任してるわけだ、だけど、うん、首を振らたまには振らないと、うん、っていうのがあるんだやっぱり。だから北別府さんが困ったらスライダーだったんだ。いや本当だって。結局スライダーが最後来たりとか。そう、いやだからまあそういうね、うん、やっぱまあじらしとか、うん、そういうこともあるよね。やっぱり得点圏にすごく打ってるバッターたちが、うん、まあ、阪神は並んでるしね、はい、で森下っていうのは超過半過で行くタイプだからですよ、ね、あ、もうね、はい、いやだからじらされるとさ、うん、ちょっとイラつくわけよね、うんうん、森下の性格って、はい、大山だったらイラつかないんだよ。確かに、ね、どしっと構えられてる、はい、でも森下の性格からすると、うん、やっぱもう超過半過で、うん、もうパン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 来てくれると、うん、答えは出しやすいんだろうけども、はい、やっぱああやってじらされると、うん、ちょっとイラッとしたり力が入ってきたりだとかさ、はい、まあ、するタイプっていうのをやっぱもう見抜かれてるんだよ、ね、相手バッテリーに、うん、ああそういうことか。あれはだからあの菅小葉コンビが1枚も2枚も上手というか、まあ、あれだけのね、うん、まあ勝ち星の8割はやっぱ小林で勝ってきてるでしょ。いやそうです、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 いや、うん、だからまあその大したもんだよ。でもそうですよね。いやだからそのバッテリーが呼吸が合わないということはないし、うん、やっぱりね、あの iPad で何を見てるか、まあ、うん、iPad を見ることっていうのは、うん、やっぱデータを頭の中に叩き込むっていうことで、はい、俺は大事なことだと思うんだよ、うん、ただしやっぱこう大事な局面ね、それをやっぱりこうグラウンドに目を向けて、うん、やっぱ空気感を察しとくとか、はい、どういう流れになってるとか、うん、で相手がどういうような表情を見せてるとか、うん、そういうのは察知するためにはやっぱグラウンドもしっかり見とかないとな。そうですよね。だから iPad が見る時間っていうのはしっかりあると思うよ、うん、一球一球の合間とか、はい、うん、まあだけど一球一球の間が大事なんだけどね、どういう態度でやってるか。で一人終わった時の、うん、まあパッと見て何も起こらない、その時に iPad 見るとか、うん、まあタイミングもあるな。そうですね、うん、ベンチにいる時にずっとこっちばっか見てしまうとっていうことを多分岡田監督はおっしゃったり、まあ、 まあ、ね、まあ、でも例えば DeNA なんかは本当に、はい、あの今年からでしたっけ、あの数字専門に扱う方たちもかなり、まあ、データ重視だからな、はい、まあ、それはあの球団がそういう方針を出したりだとか、うん、監督がそれを OK ってすれば、うん、まあ、そういう風になるよね、うん、やっぱデータ重視にな。そうですよね。ただ豊さんはその時にやっぱ危惧していたのがデータばっかりにいってしまうと今度データ の, その AI が予測してなかったことが起こった時に大変なことにその後こうアワーっていう風に、まあ、大変っていうか、まあ、そうだな、まあ、人間のやることだからな、うん、そこには感情があったり調子があったりだとか、はい、その時の状況っていうのもあるじゃない、うん、だそれによってやっぱデータっていうのは変わってくるべきなんだよね、はい、でもそこまでは弾き出せてないという、うん、感情までは弾き出せないっていう、うん、それだったら、まあ、例えばさ、はい、ね、もう左足捻挫でもう歩けませんと、うん、投げるのがやっとですって、うん、ね、セーフティーバントだったら確実にセーフですってやらないか、やるだろう、やります、ね、そこはやっぱねデータには出てこないことだ、極端に言えばだよ、はい、いやだからそういうことの状況を見ながらやっぱり進めていかないと、うん、やっぱまあ、AI っていうのは8割は正しいかもわからないけども、うん、2割っていうのはやっぱ感情ということを考えると、はい、少し考えておくべきことではあるよね。
そうですよね、考えなきゃいけないよね。そうですよね。あとはあの数字ばっかりとか AI とかそういうものに頼りすぎてしまうと、今度自分で考えて打たなきゃいけないとか、自分で考えて何かしなきゃいけないっていう時に どうしていいのか分かんない。数字にこう支配されると、いやだからもうみんな言われてるじゃん、 AI で仕事しなくなるよって、うん、で AI が感情を持ってくるようになってくると人間って何していいか分からなくなるよって、はい、もうそういう状態になってくるよ。自分で考えること、考えないよ、めんどくさいもん。そうですよね、うん、効率ばっかりに走ると人は考えなくなる。だからもう思考能力が低下してるよ今ね。あ、やっぱそうか、うん、それを数字ってさ、めんどくさいのが嘘つかないから。そうです、これ正しいから。そうなんですよね、うん、いやだから考えなくなってきしまうという。それもそれで怖いですよね。いや怖いよ、うん、まあ怖いけどそれはもうそういう世の中そういう野球になってきたから、うん、そこに寄り添うしかないんだけども、はい、だからどこまでその監督の権限でその数字を動かせるかだよな。そうですよね。でも数字が正しいならこっちやってくれって言われるとさ、うん、もう監督なんかいらないから。監督 AI のロボットでいいですよね。でもそうだよ、なっちゃいますよね。いやだからもう仕事を失うって。いやそこでやっぱ戦っとかないとさ、うんうんうんね、それを丸呑みしてるようじゃ、はい、やっぱ数字は上がってこないし、うんね、もうあとは感情論しかなくなるよ。ですよね、うん、なので、まあね、数字っていうのはやっぱりこれからデータっていうのはもちろん大事なんですけども、そこプラスアルファであの共存しながら、でも生で起きてることとか経験からしかは自分の経験からしかわからないこととか、だから日本ハムがなぜ強くなったかとかさ、はい、あそういうことっていうのは、うん、やっぱり人の扱い方だよな、新庄監督の、はい、それで俺は成長したし、うん、強くなったと思ってるんだけど、はい、だからそこを数字で弾き出してこうこうこうだからこうしろああしろ、これじゃねやっぱね成長しないと思うよ人は、うんうん、やっぱ感情の動物だから、はい、だからそこに愛情を感じられないと、うん、絶対成長もしないしついていこうなんて思わないしね、うん、だから、まあ、そこら辺がやっぱこうどう取り込んでいくかっていうのは難しいよね。そうですよね、まあ、ね本当に日本ハムの新庄監督はそのデータも使いながら自らの言葉とかそういったもので選手たちを鼓舞して強くしていっているっていう、まさにその体現できているチームなのかなっていうふうにも思いますけれども、だからまあ数字っていうのは大事だし iPad っていうのも大事だっていうのは分かってるけども、はい、やっぱこう動いてるものを、やっぱこう捉えていかないと描写のように。そうですよね、うん、じゃないとやっぱこう流れに乗れなかったりだとか、うんまあ、するケースはあるだろうね。そうですね、はい、閉めたのそしてです閉めまだ閉めません、はい、ね、やっぱりこのぜひ皆さんにこういった、意見とかあの皆さんこの動画を見て、ね、いや自分はこう思うとか、いやこの前見た高木豊 YouTube チャンネルこうしたけどどう思うなんていう風に話題にしてほしいので、まだチャンネル登録をされてない方は、いやもうちょっとで50万いくんだよ。あともうちょっとですよね。お願いしますよ。なので49万7千ちょっとということで、そうそうそう、できればあと2000ちょっとだから年内に行きたいですね。いやそりゃそうだよな、年内に行かなかったら俺もうちょっとこう切腹する、しませんしませんしないのでお待ちください。ぜひチャンネル登録、はい、そしてね皆さん拡散シェアなどもしていただけると、まあ、そうだね、はい嬉しいです、はい。